小雪さんは何かしらの恐怖症はありますか？病気と診断されるレベルの恐怖症があれば教えてください。そうですね。診断とかはないですけど、すごい高所恐怖症です。なので、旅行の時とか、飛行機がめちゃくちゃ怖くって、一人じゃ正直乗れないです。なので、飛行機に乗った瞬間からもう目を閉じて、隣に一緒に行っている人を袖とか手とかを掴んで、着いたら言ってくれっていうふうに、もう乗った瞬間からすぐずっと目を閉じてます。落ちそうな感覚とか怖いんですよね。なので高層階とかガラス張りのエレベーターとか本当に苦手です。窓際は基本寄らないです。童貞男性についてどう思いますか？また、自分は経験があるのに相手が童貞でリードしてあげたことはありますか？そうですね。正直、なんとも思わないっていうのが、全然マイナスなことはなくって、実際にお付き合いした方でも、年下の方とお付き合いすると、全然初めてですっていう方はいらっしゃったので、抵抗はないです。なので、しっかりしたことがないっていう話だったので、女性はここも気持ちいいんだよっていうのを教えてあげたり、こういうことしたらいいんじゃないっていうのを言ったりっていうことはありました。なので全然抵抗はないです。むしろこう純粋なのかなって思うかなって感じですね。